田中スコールズです。イージーハスミです。川越キッカーズです。立ち上がりいってちょっと開いてましたね。ちょっと誰かが開けましたね。何かが出てる。何そのふすまファン、扉ファンとのなんかあんじゃない約束、あのよくあるじゃない、高校時代付き合ってたカップルが付き合ってるのは周りに言ってなくて、前に立たされた時になんかその二人にしか分かんない合図を送るみたいな。そう、まぁ、あ、ちょっと、いんの、いや、彼女いんの中に。いや、中に彼女いる、まだ。え、彼女が今見てて、ここになんかその、ちょっと今日、お前のために開けとくから、みたいな。じゃない、中にいや、いねえだろ。ごめんね、つって。そんなんいいのよ。何の予想ですか、これ。あ、すいません。J1 リーグ第4節、鹿島アントラーズ VS 福岡でございます。アビスパ福岡。3月12日、ホームが鹿島ですね。はい、鹿島サッカースタジアム。で、福岡かで順位としましては、鹿島が勝ち点6で3位。3位よ。で、福岡も勝ち点6で4位。福岡4位なのよ。これ今シーズンのまず今のところ第3戦までのサプライズじゃないですかね。確かに。福岡大躍進。福岡大躍進だよ。鹿島なんだかんだこの順位って感じじゃん。いやだからすごい、逆に言うとキャンプ、まあこの開幕前も開幕してからも言ってたんだけど、キャンプ5試合ぐらいでほぼ全負け。だって川崎第2節川崎戦落としたもんね。そう、でもあれも大逆転負けなんだよ。いやそう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 。って考えると鹿島って今めちゃくちゃいいんだよ。実質、まあ実質って言葉はないけど3連勝でもおかしくなかったよ。だから3位と4位の好調同士のチームでしょ。そう、これまたむずいよ。まあ、鈴木優磨選手絶好調ですね。絶好調だし、で知念選手とかもね点取ってますし、川崎から移籍してきた。でジーコスピリット上昇、鹿島いろんなものが積み重なって、そして岩政監督もちょっとこれ監督として昨シーズン終盤に就任した時はどうなのっていう批判の声も多かったんですけども、まあ、やっぱねシーズン途中から、ね、無理だよね。そうで、外国人選手が。ルール回帰とかも。回帰いいね。うん。荒木亮太郎とか復活してんのかな。荒木どうなの今。あ、でもこの前のは試合出て、ま、ないですね。荒木ちょっと俺も見れてないわ。今だと。安西選手はね。安西選手。なんかこの佐野選手がめちゃくちゃいいみたいな。なんかいいみたいね。安西選手も出てて、応援してますけども。鹿島とか好きなんで。ただ福岡もルキアン点取ってましたよ。ルキアンね、クルクスとかいなくなったけども、山岸選手もね、ザスパ出身の。ちょっとどうなんだろうね。まあ鹿島な気はするけどな。いやでもな、なんか福岡難しいな、マジでこの辺難しいね。まあそこでオッズが変わってくるんだろうけど、それこそ。そうね。スタメンもまだ分からないタイミングでもあるんで。どっちだ？まあ、正直やっぱ。福岡は、井原監督ですか？毎回井原監督就任してますね。田中スコールズさんの中では。もう井原監督は退任されてます。あ、いないですか？今井原さんではないです。もう富安、ネクスト富安育てようとしてないです、福岡で。あ、でも、福岡はそれこそ、井手口洋介とかが。あ、復帰してきたじゃん。そう、まさかの復帰というか、国内復帰が福岡だったっていう、もう、でっていう。なるほどね。ジョーゴさんもいますね、まだね、大ベテラン。あ、ジョーゴさんもまだいるな。こちら、ジョーゴ久し。そう。まだ10番。復帰やん。あ、10番ですね。10番だね。でね、あの、青森山田だった三國ケネディ。あ、出てたね、試合。なんか、パワープレイで。あ、で、金森健志。そうだ、結構そうだ、その話触れたね。そう、なんか、歴代の、福岡選手たちが。福岡のネイマール。そう。あ、奈良達樹とかいいんじゃん、フロンターレ。奈良はもうそうよ。アントラーズもいたでしょ、奈良って一瞬。あ、いたいたいた。奈良選手めちゃくちゃいいよね。まあ、でももうこれ、難しいことで言うと、勢いの鹿島か、勢いの福岡かって感じだもんね。そう、どっちもね。でもまあ、ある程度経験値とかいろんなことプレス。亀川いいんじゃん、福岡。亀川めちゃくちゃいいよ。出てる亀川って。出てんのかな、試合。ちょっと亀川今試合出てるかだけちょっとチェックしてもらっていい？申し訳ない。
これ亀川選手昨シーズン横浜 FC 所属でアンダー世代とかも入ってる選手で、あ、亀川さん、これめちゃくちゃうまい攻撃的なサイドバック、あ、出てないですよ、出てないですよ、すいません失礼しました、あれ亀川選手出られてない、怪我かなんかですか、ね、メンバー入ってないですか、ベンチにも入ってないです、ね、じゃあ絶対怪我です、怪我です、亀川選手めちゃくちゃ良かったから横浜 FC で見た時すんごい良かった、あ、で、出口選手は出てますね、出口選手出てらっしゃる、まあ、鹿島か、鹿島ですね、あのよく言います、ね、サッカー界ウィナー界迷った時は鹿島って、まあまあ上昇ね、うん、まあまあやっぱりもうスピリットが違いますから、うん、これちょっとあとはスコアなんですけども実質3連勝中ですからね鹿島、これ3点以上入んないですね、入らないです、3点以上入んないです、もう 1-0 はマストです、マストですね、うん、いいですか 1-0、 ちょっと私 1-0 行かしてください、鹿島 1-0、 田中さんは迷った時の 2-1 でほぼ 2-1 いますもんね、2-1 のコーナーずっと並んでますもん、チェンって取られるからまあね、なかなか J リーグは勝ち点取るとこが大事だからね、それはサッカー当たり前ですけど、じゃ引き分けも入れとく、これは引き分け入れましょうか、ありましょうね、うん、これはまあまあ痛み分けというかね、はい、1-1 か、1-1ですね、22はねえな。ない、22はない。あったんだけどね、前節。そう。俺らは、前節の新潟コンサドーレ、2-1 で張ってて、で、コンサドーレに追いつかれて2-2で外して。で、2-2かーってなったんよ。でもまあ、1-1でしょ。でもよく考えたら、あそこは新潟に攻撃力があるってところ、あ、でもそっか。攻撃力のあるチーム、複数得点取るだろう。うん。ってことは、その時の引き分けってなんだろうって考えなきゃダメなのよ。そうね。なんか引き分けだけで考えちゃってたもんね。うん。で考えると、でもこの鹿島アントラーズに至っては勝つだろうけども、1点差ゲームでなるだろう。うんうんうん。で、1-0 の状態からリーチかけた状態の残り5分で1-1までセーフ。そうね、そうね、そうね。こういうウィナーも全部データ入ってますから。結構外してんだよ。しそうですね。バレてないんだから。そうだね。ということで、川越ヒッカーズの鹿島アントラーズ福岡予想は、こちら。鹿島 1-0、鹿島 2-1 の 1-1 引き分けですね。はい。こちら3つの予想でございます。皆さん参考にしていただければということで。それでは鹿島アントラーズ VS、コンサドーレじゃないです。アビスパ福岡、キッコー